紹介します。 H です。よろしくお願いします。学生時代からですね、ウエストコーストサンドが大好きで、イーグルス、ドゥービーブラザーズ、アメリカ、ピーター・フランプトンあたりをですね、コピーして楽しんでます。で、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、9月にですね、もう一人のイーグルスって言われてた J.D. スタウザーが亡くなりまして、イーグルスのグレン・フライが、ね、亡くなった時と同じくらいちょっとショックだったんですけど、で、ちょっと急に覚えたんですけど、J.D. スタウザーの曲を1曲やりたい、追悼の意味でちょっと読みたいと思います。You are only lonely。してるんですよね。で、ちょっと最後の最後までちょっとお付き合いできなくて申し訳ないです。ちょっとお先に途中で失礼しますけど、ちょっともう体ガタガタでですね、近々リタイアしようと思ってるんで、そうしましたら毎回お邪魔したいと思ってますので、どうかお見知りおきのほどよろしくお願いします。イーグルスの曲で、いつだれの瞳。
ございました。ありがとうございました。そっか、まあ、これからいっぱい、ね、よろしくお願いします、ね。